デビット・バーマンはアメリカの作曲家であり、コンピューター音楽のパイオニアである。1960年代初頭、彼はコロンビアレコードのミュージック・オブ・アワー・タイムシリーズのプロデューサーを務め、その中にはテリー・ライリーによるインシーの最初のレコーディングが含まれていた。1966年、バーマンは作曲家のロバート・アシュリー、アルビン・ルシエ、 ゴードン・ムーンマとソニック・アーツ・ユニオンを共同で結成した。彼はマース・カニンガムのダンス、ウォーク・アラウンド・タイム、リブス・ピクチャーズ、アイスペース40の音楽を作曲している。1978年にデビューアルバム、オン・ザ・ザ・オーシャムをリリースした。バーマンの父親、SN ・バーマンは成功した劇作家であり、ハリウッドの脚本家であった。 母親のエルザ・ハイフェッツ・バーマンは、バイオリニストであるヤッシャ・ハイフェッツの姉妹だった。バーマンは、マサチューセッツ州アンドオーバーにある、フィリップス・アカデミーに学び、クラスメイトには、カール・アンドレ、ホリス・フランプトン、フランク・ステラがいた。また、そこで彼は、作曲家で、ピアニストのフレデリック・ジェフスキーと生涯にわたる、友情を築いた。1953年に、 インディアンヒルでのサマーキャンプに参加している間、彼はウォーリングフォード・リーガーから現代を音楽を教えられた。1955年から1959年までハーバード大学で音楽を学び、そこでクリスチャン・ウォルフと生涯の友となり、フレデリック・ジェフスキーとの友情を続けた。1959年にダームスタッドのサマースクールに通い、そこでラーモンテ・ヤングや ナムジュンパイクに出会った。1963年、コロンビア大学から文学修士号を取得した。1998年からバード大学のエイブリー大学院、芸術プログラム学部のメンバーとなっている。1975年から1980年にかけてミルズ大学にある現代音楽センターの共同ディレクターを務め、カリフォルニア芸術大学、オハイオ州立大学、 ラトガーズ大学、ベルリン工科大学でも教弁をとっている。バーマンはミニマル作曲家として知られている。彼の音楽はライブパフォーマーとコンピューターの間の相互作用を伴うことが多く、通常はコンピューターがライブパフォーマンスのある側面、通常は特定のピッチによって引き起こされるサウンドを生成するが QRSL の音量といった ライブサウンドの他の側面もある。On the Thousand, Deep Day Night など彼の重要な作品の多くがラブリーミュージックからリリースされている。バーマンは日本のビデオアーティスト、彫刻家、アバンギャルドパフォーマンスアーティストの久保田茂子と短い間結婚していた。その結婚は1969年に終わった。1979年から メディアアーティストのテリー・ハンロンと結婚している。バーマンは現在、ニューヨーク在住である。ありがとうございます。